アンディ・フグは、スイスチューリヒ出身の空手屋、キックボクサー。K1 グランプリ96王者。ドイツ語読みでは、アンドレアス・フークの発音が近い。ピーター・アーツ、アーネスト・ホースと、マイク・ベルナルドと共に創世記の K14、天皇として君臨し、K1 ファイターの中では、決して大きくない体で、負けても負けても立ち上がる、不屈の戦いぶりとリベンジマッチでの強さ。 そして CM やテレビ番組で見せるユーモア溢れる人柄も合わせ、K1 の人気を押し上げることに大きく貢献した。母国スイスでも非常に高い人気を誇り、K1 スイス大会でのアンディの試合のスイス国営テレビの平均視聴率は50%を超え、テニスのマルチナ・ヒンギスやサッカーのスイス代表の試合よりも高かった。得意技はかかと落とし、下段後ろ回し蹴切り、 左フック。入場時には、ゴッドハードの、ファイトフォーユアライフやクイーンの、ウィヴィルロックユーをテーマ曲に使用していた。かかと落としについては、テコンドーのネリチャギとの類似性が見られるが、アンディはインタビューで、空手の蹴り技の一つ、打ち回し蹴りを応用した技であり、ネリチャギ自体はかかと落としを使うようになった後で、知ったと語っている。空手時代のライバルであった、マスダ・アキラは、 かかと落としよりも下段回し蹴りが強烈だった。アンディの素晴らしいところは、かかと落としで攻撃を散らし、決め技の下段回し蹴りにつなげて、相手を倒していたと述べており、実際にアンディは、第4回オープントーナメント全世界、空手道選手権大会では、桑島シマアデミール・ダ・コスタをその流れで一本勝ちを奪っている。家族は、妻、イローナと、息子、聖夜の二人。 スイスチューリッヒにフランス外人部隊に所属するフランス系スイス人の父親とドイツ人の母親の間に生まれた。父親は息子のアンディに会うことなくタイで死去、女で一つでは育てられなくなった母親はアンディを児童養護施設に預けた。その後アンディは祖父母に引き取られアールガウ州、ブレンガルテンク、ボーレンで育った。幼少期のアンディは サッカー少年であったが、ブルースリーに憧れて10歳より、極真空手を始める。サッカーでは16歳以下のスイス代表に選ばれるなど、活躍していたが、プロ契約の話が出てきた時に空手かどちらか選ばざるを得ず、自分には団体競技よりも個人競技の方が合っていると空手を選んだ。不良グループのリーダー格で、喧嘩などに明け暮れていた時期もあったという。その後、 ヨーロッパ最強の男ミッシェルウェーデル、松井翔慶、マス明アキラのライバルとして活躍するなど若くして頭角を表した。1985年に極新ヨーロッパ選手権で優勝。1987年の第4回世界大会では決勝戦で松井翔慶に敗れ準優勝。1989年に 極神ヨーロッパ選手権で同大会2度目の優勝。1991年の極神ヨーロッパ選手権にて決勝戦で黒表の異名を持つマイケル・トンプソンに敗れ準優勝。同年11月の第5回世界大会の4回戦ではフランシスコ・フィリニ一本負け。その後、極神会館を退館。プロに新天地を求めて聖堂会館に移籍。 グローブ空手を経て1993年から K1 に参戦する。K1 旗上げ戦から参戦していたが、1993年の1年間は、K1 ルールでは戦わず、ワンマッチにてスピリット空手ルールで戦っていた。同ルールで、村上隆二と対戦し、かかと落としで勝利した姿は、空手ファンだけでなく、格闘技ファンに、フグの名前が広まるきっかけとなった。 1993年11月15日、アンディー・エスグラブで、村上隆二と対戦し、1ラウンドに3度のダウンを奪い TKO 勝ちを収めた。大会タイトル通り、初めてグローブを着用し、K1 グランプリルール初挑戦となった。1994年3月4日、グローブマッチ3戦目となった K1 チャレンジで前、年度 K1GP 王者、 ブランコシカティックと対戦。フグはダウンを奪われながらも、不屈の闘志で、凄まじい猛反撃を繰り返し、3から0の判定勝利を収めるバンクルは背を起こし、キックボクシングでもトップクラスで通用することを証明した。優勝候補として臨んだ同年4月30日の K1 グランプリでは、トーナメント1回戦で UFC 出身の喧嘩ファイターパトリックスミスに、 試合開始すぐに2度ダウンを喫し、わずか19秒で小負け。同年9月18日の K1 リベンジで、スミスとリベンジマッチを行い、1R56 秒小勝ちで、リベンジに成功する。1995年の K1 グランプリではまたも1回戦で、当時無名のマイク・ベルナルドにダウンを奪いながらも、逆転小負けを喫してしまい、さらに6ヶ月後のリベンジマッチでも敗れてしまう。 しかし、復帰戦となった1995年12月9日の K1 ヘラクレスで、ジェロム・レバンナに判定勝ちを収めると、1996年の K1 グランプリでは3月10日の開幕戦で、バートベールに 1RKO 勝ちして、GP1 回戦を突破。5月6日のグランプリ決勝大会では、GP 準々決勝で、バンダーマーブに 1RKO 勝ち、準決勝で、 アーネスト・ホーストと再延長戦までもつれる激闘の末勝利、そして決勝戦では、これまで二どこ負けし一度も勝ったことがなかったマイク・ベルナルドに、フグトルネードで 2RK を勝利し、悲願の K1GP 初優勝を果たす。1997年7月20日の K1 ドリーム97では、極真時代のライバルにして、K1 初参戦の因縁の相手フランシスコ・フィリオ、 迎え撃つ形となったが、アンディは、フィリに、右フック一発で 1R 失神小負けを喫した。1997年の K1 グランプリでは9月7日の開幕戦でピア・ゲネットに1キコ勝ちして、GP1 回戦を突破すると、11月9日のグランプリ決勝大会では、GP 準々決勝で、佐竹正明に 1RKO 勝ち、準決勝で、ピーター・アーツに判定勝ちするも、 決勝戦でアーネスト・ホーストに判定負けで準優勝。1998年12月13日の K1 グランプリ決勝トーナメントも同様に決勝まで勝ち進んだが、当時圧倒的な強さでトーナメントを勝ち上がってきたピーター・アーツに小負け。敗れ走ったものの3年連続でファイナリストとなった記録は2007年にセミ。 シュルドがグランプリ3連覇を果たすまでは破られていなかった。1999年の K1 グランプリでは10月3日の開幕戦で、天田博美に一チキコ勝ちして、GP1 回戦を突破するも、12月5日のグランプリ決勝大会では、GP 準々決勝で、アーネストホーストに判定で破れた。2000年6月3日、母国スイスで行われた K1 ファイトナイト2戦で、 ミルコ・クロコップと対戦し、判定勝ち。2000年7月7日、K1 スピリッツ2000で、ノブ・ハヤシに小勝ち。フグの生涯最後の試合となった。2000年10月9日の K1 ワールド GP2000、イン・福岡でトーナメントに出場する予定だったが、8月24日午後2時に、青銅会館東京本部で記者会見が行われ、アンディが、 入院先の日本医科大学附属病院にて、急性前骨髄急性白血病によって、既得状態であることが発表された。病気についてはアンディが周囲に心配をかけることを嫌い、家族にすら知らせていなかったこと、容体が急変するまでは改善の兆しが見えていたこともあり、結果的に闘病自体が死の直前まで伏せられていた形となった。 アンディは8月の初めあたりから皮膚の感染症や発熱が続き異常を訴えており14日に日本へ向かう直前にスイスで医師の診断を仰いだが特別な症状は認めなられなかった。しかし19日に日本医科大付属病院で再度検診を受け血液検査を行った結果発病が判明し緊急入院。一時は投薬治療によって 症候状態となり、アンディ本人も、ファンの皆さん、突然このような状態に、私が陥ってしまったことで、大変ショックを与えたかと思います。私自身、ドクターから症状を聞いた時には、非常に、ショックを受けました。しかし、私は今自分が陥っている状況を、ファンの皆さんに告げることで、ファンの皆さんと共に、この病気と戦っていきたいと思います。 今度の敵は、私が戦った中でも一番の強敵です。しかし、私は勝ちます。ファンの皆様の声援をパワーにして、リングと同じ時のように、最大の強敵に勝とうと思います。10月の大会は残念ながら出られませんが、日本でこの病気と戦い、いつの日にか必ず皆さんの前に現れたいと思います。頑張ります。オストのファンに向けたメッセージを、 K1 側に託し復活の意思を示していたが、23日に容体が急変し、午後8時頃からは昏睡状態に陥っていた。アンディに日本での活躍の場、K1 での活躍の場を提供するきっかけを作った、青度会館の石井和義館長によると、非常に難しい病気ではあるものの医療が進んでいるので喚起する可能性が高いと聞いており、 ここまでの心配は全然してなかったという。臨終の間際、石井艦長やアンディと親交の深かった、角田信明関係者各位の、試合はまだ終わってないぞ。アンディ、ハンズアップ。などの激励により、3度の心配停止状態から回復したものの、4回目の心停止には答えず、担当医師からのアンディは3度立ち上がった。残念ですが、ドクターストップです。 もう休ませてあげましょう。との言葉もあり、人工呼吸器が取り外され、24日午後6時21分に、永民。アンディ死去のニュースは夕刻からのニュースなど、メディアで一斉に報道され、富士テレビでは、翌日の午後8時から特別追悼番組が放映された。葬儀は、本人の希望を汲んで、日本式の物式葬儀で行うことになり、麻布の全福寺で営まれた。 27日の告別式はテレビで生中継され、1万2000人の一般参列者、関係者が式場で別れの挨拶をした。月刊、コロコロコミックに連載された、坂井隆之の作品、K1 ダイナマイトの登場人物の一人となった。しかし連載中に、モデルとなった本人が急性したため、途中からは登場しなくなり、代わりに、別冊コロコロコミックの番外編。 アンディからの果たし状が掲載された。ありがとうございます。